磐梯町のスキー場星野リゾートアルツ磐梯で公開練習を行ったのは、2018年の平昌オリンピックにも出場したプロスノーボーダー鬼塚雅選手など9人です。星野リゾートは幼少期からアルツ磐梯を練習拠点にしてきた鬼塚選手と所属契約を結んでいて、コロナ禍でも十分な練習に打ち込めるようにと、オーダーメイドの練習場雅パークをこのほど完成させました。雅パークは全長およそ300メートルで、国際大会に適した技を磨ける2種類のジャンプ台を備えた日本屈指のパークです。鬼塚選手たちは来月中旬に開かれる世界選手権や来年の北京オリンピックを見据え、滑りやジャンプの精度を確認していました。今このような状況の中で日本でこういう練習施設を作ってもらえる環境に感謝しています。オリンピック1年前ですけど、このような状況でも遅れを取らずに頑張っていきたいと思います。